この3年で一番働いてるかもしれないです。あ、今がですか？はい。本当に調子乗ったこと言いますけど、僕、ああ見えて働いてないんですよ。ああ見えて働いてない？ 1 日3時間とか、普通の人で言う仕事はしてなくて、考えてはいるんですけど、労働時間っていうのはないんですけど、この2、3ヶ月で労働時間っていうか、いなきゃいけないとか、打ち合わせしなきゃいけないってめっちゃ長いんで、この数年でめっちゃ働いてますね。めちゃくちゃ働いてる。毎回言いたい、これ。最近めちゃくちゃ働いてる。めちゃくちゃ働いてるんだぞ。うん。めちゃくちゃ働いてる。楽しいですか？楽しいですね。お金も稼いでるし、不安はないし、なんも。お金稼いで、これ成し遂げたいみたいな、今直近の目標みたいなって何かあるんですか？なんもないですね。人には言うし、管理してるのに、自分はないですよ。もうあったらあっただけ、どこまででも行きますね。1兆でも10兆でも100兆でも、稼ごうと思ったら稼ぎたい。はいはい、絶対行きますよ、ね、僕。宇宙開発までは絶対行きますね。もうホリエモンがやってるような。もうイーロンマスクですよね、見てるのは。ホリエさんはホリエさんリスペクトしますけど、もう動き方変わっちゃったんで、あの人。イーロンマスクです。その足がかりをずっと最近は模索してる感じですね。多分今トップオブトップってイーロンマスクとか、はいはいはい、ラリー・ペイジさん、グーグルだと、ビル・ゲイツさん。やっぱアメリカとかだと思うんですけど、どういう感じであの人たちと同じレイヤーで仕事ができるのかっていう。やっぱこれ考えてるやついないと思うんですよ。まず考えるところがあるんです、すごい重要で。だステップなのか、一足飛びなのかわかんないですけど、そこら辺のだから足がかりはずっと探してますね。だから仕事してる。小山さん、どこ目指してるんだろうみたいなのありますけどね。だから前例がないことをしたいんで、目指してないんですよ。はいはい、数になりたいとか、ホリエモンになりたいとかじゃなくて、はいはい、なりたくないんですよ、むしろ。もう前例があるから、それ。そう。前例がないことをしたい。小山さんって、公認会計士っていう肩書きで一番出るんですか？出ますね。それが分かりやすいから。マーケティング上そうしてるだけで、はいはい、僕は公認会計士は小山じゃないんですよ、でも。多くの人は公認会計士もあるまるですけど、僕は小山の公認会計士なんで。いろいろ本当あるんですけど、見せ方としては公認会計士は小山ですって言った方が分かりやすいから、まあ、あえて親心ですね。はい、全然僕がとは思ってないですね。小山さんって実際公認会計士としての仕事って今どれぐらいしてるんですか？公認会計士と税理士と資格持ってるんで、はい、要は会計人としての仕事は、まあ、自分で会社をやってるっていうのもありますけど 30% ぐらいだと思いますね。 30% あとはもう他の事業、うん、それ会社なのかタレントなのか置いといて小山として動いてますね。 70% ぐらいは。あとこれもう一つ勉強になると思って言ってあげるんですけど、はい、要はみんなって 100% あって、今の僕の話で言うと 30% 会計士で 30% 例えば何々で 40% 何々でみたいな思ったと思うんですけど、僕今の言い方で言うと 30% 会計人としての仕事で、じゃあ残り 30% が株式会社の社長としての仕事で、 10% が個人の活動、本書いたり講演活動したりで、実は残りの今ので言うと 30、30、10 で 30% 余るんですけどは空白です。何が言いたいかっていうと、動いてはいるし脳みそは使ってるんだけど、別に何の仕事か分かんないっていう、なんかちょっとバッファーみたいなの持ってて、そんな感じのイメージですね。多分これを持ってる人いないと思うんですよね。だから今これ何やってるんだろうって、別に遊んでるわけでも仕事してるわけでもないし、サボってるわけではないんだけど、必ず将来何か生きるか、もしくは今 70% 言いましたけど、広く薄く影響を与えるような活動とかも、これ分かってもらえるか分かんないですけど、やったりしてます。分かります？これむずいっしょ。フル回転あんましないってことね。フル回転してるんですよ。してるんですけど、どこにも属さないような枠がちゃんとあります。これ難しいんですけど、未来の投資でもあるし、未来の仕事でもあるし、重要だけど緊急じゃないことみたいな枠組みのことをちゃんとやってるんだと思いますね。これむずいっしょ。意味が分かんなかったら多分そういうことなんだと思います。意味が分かってないから多分やってないと思うんですけど、分かる分かるっていう人がどんぐらいいるかですけど、この 30% ぐらいは忙しいんだけど余力を残してるというかっていうのをやってますね。意味分かんないでしょ。全然分かんないです。多分分かんないと思いますね。なんかぬるっと始まりましたけど、はい、小山さん活動的にはかなり会計士としても仕事してるけど、小山明弘としての活動がもうバリバリってことですね。でも会計全部には生きてるんですよ、もちろん知識として。なんで会計士としても働いてるし、コンサルタントとしても働いてるみたいなイメージもありますね。経営コンサルもやったりするんで、そこはでも会計の軸がちゃんとあるから、会計のスキルは使ってるんですけど、でも会計士全身仕事かって言われちゃうと、多くの人はそんな仕事取れてないと思うんで、それはやっぱ僕ならではなのかなと思ったりしますよね。何時間ぐらい働いてるんですか、一日？難しいんですよね。理想は3時間とか、稼働はね、1日ね。なんだけど、やっぱ脳みそを働かしてるとか、そういうのも稼働っていうんだったら、やっぱり結構働いてる気がしますね。でも今、理想は3時間って言った通り、でも最近は、やっぱ7時間とか10時間、12時間は現場にはいますね。最近は。多いですね。週2、3は現場にいるから、10時間ぐらいやってんじゃないかな。もう本当に労働時間みたいな感じのイメージいいですよ、皆さんと話と。はやってますね。最近めっちゃ働いてるって言った時、うん、
ってましたね。そうそうそう、最近はオフィスにいるから10時間12時間ぐらいはやってるイメージですね、僕の中で。朝の10時にいたら夜の10時までやってるようなイメージ。昔はそうじゃなかったんですよ。2、3年前とかは本当に事務所にも行ってないし、パソコン触るの1日2時間とか3時間っていうもう経営システムを作れてたんでいいんですけど、今は違うこともやってるから新しい会社も作ってるし、なんでもう一回あえてそういうフェーズをやってるっていうのはありますね。小山さんが脳みそ使い続けてるよとか、みんなが遊んでる時とかに小山さんはずっと仕事してるよとか、そこで小山さんって遊びたいとかゆっくりしたい、休憩したい、ちょっとサボりたいみたいな気持ちってないんですか？ないですね。遊べてるんですよ。何が言いたいかっていうと、例えばじゃあみんなだったら金曜日花金で飲みに行くってあるじゃないですか、はい、じゃあ僕が仮にそれ行ったとしても、仕事に何が生きるかなっていう視点でずっとその時間過ごしてるんですよ。なんでみんながパーッと頭ゼロになっちゃって全開放しちゃってる時でも、僕はその仕事が軸にあって、これって仕事に何が活かせるだろうか、クライアントに何が活かせるだろうかとか考えなかったこと一分もないんですよ。そうなんですよ。だからよくある海外研修行きましょう、その人は海外旅行って言うかもしれないんだけど、僕はもうこの経験が何に生きるのかなってもうずっと考えてるんですよね。軸の違いっていうのはあると思いますね。一般的かどうかって言ったら多分レアケースかなって思ってるんですよ、うんうん、ずっとちゃんと仕事のこと考えられてる。そうですね、考えてますね、常に。何が違うんですかね。まあじゃあ遊びたくないんですかっていうところで言うと、そもそも僕は好きなんですよ。だからやらされてるわけじゃないっていうのはもうわかるじゃないですか。だからもうそれ素質論なのかもしれません。僕は仕事が好きだし、まあある意味勉強も好きなんですよ。だから勉強も好きだから、苦じゃなくもうそれが軸にあるんですよね。だから常に仕事のこと勉強のこと考えてるから、それに付随して事象が起きてるだけっていう。遊びに行きますってなったら仕事と勉強が軸にあるんだけど、遊びに行った時にちょっと何が活かせるのかなとか、この経験ってどういう意味があるのかなとかをずっと考えてるって感じですね。一般的な質問聞いていいですか、うん、それ疲れません？疲れるんですけど、当たり前ですよね。遊んでも仕事しても疲れるんで、それは疲れますよ。みんながあるか分かんないですけど、目が痛くなったりするんですよね。もう脳みそは元気なんだけど、もう目が痛くなってもうちょっと仕事ができない、もう一回横になりたいとか、あとこの脳みそというか頭が痛くなることぐらいはあるんで、そのぐらい考えたりしてるんだと思いますね、はい、あとそんだけ見てるというか凝視してたりするっていうのは、これ僕の職業病かもしれないですね。あと背筋がこわばっちゃうとか、ずっとそんな気張ってるんですよね。だからよく Vlog とかで上がってるんですけど、体のメンテは欠かさないんですけど、休まったことはないんだと思います。それはいつも僕あえて具体例で出しますけど、もうサバンナにいるから休まるはずないんですよね。寝ててもライオン来るかもしれないからずっと気張ってるし、もう当たり前の話ですけどね。僕、小山さん見てて、視聴者さんも思ってると思うんですけど、うん、小山さんって今現在生きるために働いてるんですか？生きるためライスワークって言うんですか？はい。それはないですよ。会社員の方とかだったら、うん、多くの方って1ヶ月給料出なかったら結構大問題だと思うんですよね、うん、そういうところで小山さんって本当に生活するために仕事をしてるっていう感じじゃなく見えるんですよ、僕。それはもう絶対そう、はい、だからそうじゃダメだと思ってるから、僕は皆様にお示しする人ですから、うん、自分がそうじゃダメじゃないですか、うん、そうじゃないし、そうじゃダメだと思ってるから、もう二重でダメですよ。してないですよね、うん、してないなんですけど、うん、じゃ あなんでそんな働いてるんですか？ちょっと待って。でもそれで言うと、仕事はみんなもそうだと思うけど、お金のためだけでやってないじゃないですか、はいはいはい、だから僕はシンプルに好きだから楽しいからってもありますけど、うん、でも確かにじゃあお金も稼げなかったら仕事しないと思うんで、稼げてるんですよね。だから、うん、稼げてるし楽しいしっていうやらない理由はないんじゃないですか。逆に見当たらない、うん、さっきちょっと宇宙開発の話したんですけど、確かにご飯とか家賃は払えますし、別に仕事の有無では関係ないんですけど、でも当たり前ですけど、交換チケットがいっぱいあった方ができること増えるし、人を喜ばせられるじゃないですか、今の時代ってね。だからやらない理由がないですよね、僕って。あといつも言うんですけど、後悔先に立たずっていうのはその通りで、じゃああと5年後10年後今寝ててもいいんですけど、自己能力高めなくてもいいんですけど、5年後にこういった機会があります、でもこんだけ必要ですって言われた時に後悔したくないじゃないですか。だからある分には越したことない、どんなオプチュニティがあるか分かんないから。でもっと言うと、僕も年齢重ねて、もしかして子供の可能性もあるわけで、時に出してあげられないってめちゃくちゃ寂しいじゃないですか。だからもう本当困んない、ベルマークいくつあっても困らんわって笑い芸人いましたけど、そんなノリですよね。困んないん でしかも楽しいから、辞める理由が見当たらない、でしかも結果出ちゃうから、出るまでやるんですけど、どの切り口で切ってもやらない理由がないんですよね。楽しい、稼げる、自己成長って、だから人にも喜んでもらえる、でどうせそれ以外の人生暇だから、やらない理由をむしろ教えてほしいですね。辞める理由、どういう感覚で働いてるんですかね。もう遊び、遊びとも言わない、もちろん苦しい時もあるんですけど、はいはいはい、苦しい時がしんどい時もありますわ、眠いとかね、しんどいとかあるんだけど、はい、そんなレイヤーの話じゃないんですよね。だからむしろ当たり前、辛いこともある、眠たい時もある、しんどい時もある、当たり前でどう表現したらいいか、逆の話が思い浮かばない。じゃあ他に何するんだっていう代替案が思いつかないです。何が僕を仕事しない理由になるんですか？ファイヤーしたら、うん、今の事業辞めますか？辞めない。へー、うん、
楽しい。もしかしたらファイヤーってことはファイナンシャルインディペンデンスなんで、お金のパワーを使って自分がやってたことを人に移譲する、お金を払ってっていうのはあるかもしれないですけど、関わり方は変わるかもしれないですけど、でもこれはちょっと別の切り口で逆質問したいんですけど、例えばファイヤーしてもいいんですけど、社会との接点は持ってないと面白くないと思うんです。だその社会との接点が僕仕事だと思ってるんで、例えば会計顧問業やってたらクライアントと会いますし、やっぱ楽しいじゃないですか。普通に喋るだけでも楽しいじゃないですか。であと人に貢献できるとか聞いてもらえるっていうのも楽しいじゃないですか。だけで別にじゃあ隠居生活してもいいんですけど、何するんですかっていう、多分楽しくないと思うんですよ、社会との接点がないと。だ仕事ってそうだから、別にお金があるないとかではなくてとは思いますけどね。あと僕は使命を持ってるのかなって今思いました。例えばじゃあ僕がお金の概念がなかったとしても、僕が新しい仕事を作ったりとか、この仕事を無料で受けちゃったりすると後輩が詰まるわけじゃないですか。そういった仕事になるから、だから僕は後輩のためも思ったりする業界のことを思うと、もっともっと単価上げていかなきゃいけないし、もっともっと新しい仕事を増やさなきゃいけないっていう使命感を僕持って今仕事してるんで、だから自分のことだけ思ってないからかもしれないです。あと次世代の分、世代またいで背負ってるから、だから花から到底そんなことにも議論の余地もないっていうのが僕の答えなのかなって今思いましたね。めちゃくちゃレベル高いぞ。議論の余地もないっすね。よっぽど小山イズムみたいな動画になりましたね。だから僕1円でも多く単価上げに行ってますからね、僕の仕事って今、はい、講演業するのにも。本来だったら、先生一枠上げるんで無料で喋ってもらっていいですかって言われたら、いや僕一本100万ですって普通に言ってるんで、会計士呼んだら100万なんだという文化ができるじゃないですか、だったら後輩100万円で講演できるんですよ、ね、それこそ僕なんでじゃあそれ言えるかって、失うもんないから、別に100万でじゃあ発注しませんって言われても、あそうですかって、別に僕死にません、強いな、でも100万なんで言っとけば後輩が次50万でも言えるから、これが僕頭下げで、わかりました、もう0円でいいんで無料でセミナーさせてくださいとか言っちゃうと、そういう仕事ってか、もうそういう業界になっちゃうから、やんないし、僕もクライアントでタイムチャージっていう僕概念はないですけど、まあ、それなりにいただかないと僕自身は動けないですよってちゃんと説明してますね。ちょっと今回ぬるっと始まった、あやばいもう終わり、でもなんか小山さんの働くとはみたいなところがすごい見えた気がします。じゃあもう一回ちゃんと語りたいです。今度逆になんで働くんですか、タンクさん。僕ですか、僕はまだ生活するためにも働いてます、分かった。じゃあそれで言うと、なんかゴールってあるんですか、いくら貯めたら生活のためにじゃなくなるって、いつになったら生活のためにじゃなくなるんですか。いつになったら、そう、はい、多分僕が会計士だからかもしれないですけど、はいはいはい、さっきじゃあ小山さん仕事を辞めたらとかなくなったらとかって言われたんですけど、はい、簡単に言うと毎月どんぐらい稼げるかっていうキャッシュフローの問題と、はい、あとどんだけ今資産があるかっていうストック、はい、フローとストックだと思ってるんですね、はい、で僕はだから会計士だからそこら辺ちゃんと考えてできてると思うんですよ。ストックはこんだけある、例えば今の僕のお金の使い方でも1年間持つお金がまずあるとか、あとはキャッシュフロー、僕は年収の方で例えば億稼げるってなると月1000万じゃないですか、はい、ってなればぶっちゃけ今月休んじゃっても来月1000万って言ったら普通に会社員の方の平均年収が1ヶ月で稼げちゃうとか、はい、かそういうのが多分頭の中であるからどっしりしてられるんですよ。ストックからも出せるし、キャッシュフローもやる気になればもうすぐそんなに稼げちゃうし、っていうその僕二軸で戦ってるから、多分もうライスワーク感はないと思うんですよね。タンクさんそういった意味で言うと、そこら辺の基準値があるのかなと思って、1年間のストックっていくらとかって分かってないから多分漠然とした不安を抱えてるのかなと思ったりとか、はいはいはい、キャッシュフローも今安定してない。今月は頑張ったからこんだけもらえるけど来月分かんないとか、だからストックとフローがどっちも言語化できてないのかなと今ちょっと思ったんですよね。はいはい、それはあるかもしれないですね。特にこれから生活が変わるんで僕、ストックの部分が見えないっていうのは不安な部分では確かにありますね。そうっすよね。やっぱ日本で税金も高いし、稼ぎと手残りってまた違うじゃないですか。そこら辺見えない敵と戦ってる感は、僕と職業が違うっていうのもあるから、あるかもしれないですね。僕ある意味、あ、じゃあ100万もらっても7月かなって思っちゃったりはするんですよ。もう税金の頭があるから。はい、それも踏まえて、70が億貯まってるとか、70をかき集めたら1000、2000万いくとか、そういうのが分かってるからまだゆったりしてられないのかなっていうのがあるかもしれないですね、はいはいはい。そういう意味で言うと、その数字の部分でイメージできてない人が多いんじゃないかな。多いと思いますね。まあそれしょうがないか。うん、当たり前の話ですね。何の話か忘れたけど、タンクさんはじゃあ聞いたら、まだまだ足元を固める段階だよってことですね。はい、そうです、そうです。ね、だからやめるやめないとか次元の話じゃなくて、今はそういう時間軸だからやるしかないってことですね。そうですね。うん、やるしかないし、自分の中でも、今やってることは楽しいことでもあると思ってですよ、これ幸せなことだと思ってるんで、まあどんどん動いていきたいなっていう感じですね。年収でいくらぐらいいきたいんですか。年商じゃなくて年収。年収ですか。年収でなんか何に使うとかあんまないですけど、年収1000万あったら僕結構嬉しい。おいや、めちゃくちゃすごい。1億どうすか。想像つかないですか。全然想像つかないですね。年収億って想像つかないですか。やばいですね。年収億ってなんか税金やばそうとして。税金やばいですね。税金やばいですけど、そんなこと言ってちゃダメなんですよ。この次元は言ってちゃダメですね。はい、振り切ってるんで。そう
ですよね、うん、結局マイナスになるわけじゃないんで。でも確かに高いっていうのは僕もめちゃくちゃ思うんで、そこに関しては憤りを覚えるんですけど、僕もみんなが命削った時間の対価がほとんどの人のわけじゃないですか。そうですね。それを一律に取っていくっていうのは命を取ってっていうのも同じですから、そこは憤り僕も覚えるんですけど、今ちょっとその議論を置いといて、単純にタンクさんには年収多く行ってほしい。だからその世界どうすかっていう、はい、行きたいか行きたくないかだったらもう間違いなく行きたい。行きたいんだったら行った方が、行きたくないんだったら絶対行かない方がいいんですけど、行きたいんだったら行ってほしいですね。想像はできないってだけですね。年収億って月収800ちょっと、800ちょっと。さっき言うと人生理論に戻りますけど、本当はもっともっと高いと思うんですよ。そういうことでイーロンマスクなんかね、500兆とかもらってますから、悔しいですけど、でもそこはせめて日本時間で合わせるんだったら1億かもらわないとちょっとっていうぐらいプライドを持ってほしいですね、タンクさんにも。はい。1000万でもいいんですけど、それは節税上1000万だったらいいんですけど、もうそんなごちゃごちゃ言ってほしくないです。月80万ですよ、1000万だったら。安くないですか？そういう基準値なんですね。ちょっと全然そこ違うかもしれない。月1000万と80万って言われちゃうと。なります。僕はそれないですけど、本当にそれでいいの？問い詰めたくなりますね。本当にいいの？本当にいいの？本当にいいの？大丈夫？大丈夫？で、無理してない。無理してない。でも多分、僕はまだ自分が頑張ったらいけるんじゃないかっていう考え方で出してる可能性は、本当に行きたいかどうかから逆算してるかどうか。なるほど。行きたいんだったら行きたいですよね。行きたいです。ちょっと行った方がいいですね。で、行きましょう。ありがとうございました。もう今日はテーマもないです。タイトル見てください。雑談しました。もう本音？ YouTube で嘘つかないんで、全部本音なんですけど、こんな感じでなんか取り扱ってほしいテーマもらえれば、僕ら編集の人に渡してですね、カメラ撮ってもらうんで、こんな感じでフリートーク聞きたい話題があったら、ぜひご応募待ってます。コメント欄書いてもらってもいいですよ。みんな見てますから。まあ、そんな感じで、今日は LINE 公式登録してほしいっていうのもありながらも、ぬるっと終わります。じゃあぜひコメント欄や LINE 公式で取り扱ってほしいテーマもらってもいいですね。ぜひぜひ待ってます。はい。今日はフリートークというトークテーマでお話しました。また次回の話でお会いしましょう。以上になります。